こちゃーす。中までたっぷりちはやです。パウを投げると呪われるコース。なるほどね。うーわー。点滅してんじゃん。これあれじゃん。呪われるっていうか、取り憑かれるだね。正しくは。え、死ぬの？嘘？マジで？あ、いけたいけたいけた。よし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 。あ、めっちゃ波打ってる。上級者の壁キックコース。お、キノコもらえるんすね。下にあったよね。オッケー。あ、上見てくればよかったな。はい？あ、そっか。あ、そんな、隠しがありますね。オッケー。さあ。壁キック全くいっ、え、これ下ど、なんでどうすん？下に行かねえんだ。すげえな。全く壁キック要素がないっすね、ここね。ここだけなんなんすかね。しかもなんかトゲになったぞ、ここだけ。あれか、置けなかったんだ。条件があるんですよ。モンスター置ける条件があるんで、多分それですね。切ねえな、おい。まあ、これくらいだったらね。うわ、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 うわ。こっから急に難しくなんな。食らっていっちゃおうか。あ、最後ご利用せちゃうんすね。なるほどね。てか、壁キック関係ねえじゃん。思わず突っ込んじまったよ。最後全く壁キック関係なかったぞ。はい、こちらツイッターでいただいたコース。3月26ですね。1回でクリア目指してくださいって書いてありましたね。で、超簡単って書きたかったんでしょうね。でも、極み簡単って書いてありますね。え？これ1回でクリアしろって。結構難しそうな感じするけどね。おっと。うわ、わわわ、わわわ。普通に難しいじゃん。待て待て。イカちゃん倒したい。イカちゃん倒さないと結構危ない。77秒。時間はあるんで。うん、かぶれますよ。足場。こいつ倒す。いやー！上からの、ブロスの攻撃。こいつ倒す。いやー！上からの、ブロスの攻撃。わあわあわあ。途中のイカちゃん厄介でしたよね。あ、いいよ、クリボンでもなんとかなる。あああ、危ねえ。あ、危ねえ。いい反応。ああ、しまった。まずい。あ、いい。こういうさ、敵を乱雑に置いたコースって普通に難しいよね。厄介。厄介だよね。降りてこーい。ここだ！よし、オッケー。おっと。あ、キノコあった！取りたかったね。反応が悪かった。こいつ倒す。オッケー。しっかり被って。あー、取られる、アップね。オッケー。これで勝ったかな。へっ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 へ。さあ。うわ、やらし。最後トゲを置いてやがる、裏に。やらし。じゃあこちら行きましょう。1-1の行く手を阻む壁は丁重にお避けください。丁重が分かって行く手を漢字にしないって謎だな。あ、そっか、行く手にしちゃったからか。
でも行く手でも出てきそうな気するけどな。あ、やべ、あぶねえ、来てる。コウメやりそう。キノコ、あざっす。おー、なんか鍵ゲットしたけど鍵使うんかな。え、あ、使うのか。あの、使わないときはあのカラーンって取れちゃうんですよね。おお、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 炭やんけ。でもキノコ取りたいっすよね。別に途中で当たりゃいいんだからさ、取れるところで取っといた方がいいよ。これ鍵入ったら死亡でしょ、でも。あ、もうそこら中に鍵が、鍵持ちがいるんですね。いいよ、危ねえ、今死んだと思ったわ、さすがに。タイヤー。鍵なんか絶対使わねえかな。絶対使わねえよ、俺は。さあ参りましょう。下手だったね、今のね。鍵とか今ので使うやつおるんとか、もっと前からあれしないとダメだったな。あ、死んだ。敵を倒すなって言われたら逆に難しいね。壁っていうのは敵の壁のことだったんだね。そういうことか。もうむしろこれはちびっこで行くべきだということですか。やべ、かみってる、かみってる、操作がかみってる。オッケー、来たぜ、ぬるりと。ここまでよし。裏に多分ツタが隠れてるんすよ。だから登ってほらね、孔明をスルーしてゴールできると。おー、なるほどね。なんだろうこれ、たまに失敗するけどってどういうことだ。は？たまにどころじゃないじゃんこんなあ、スターあんのか。キノコももらえちゃうんすね。たまに失敗するけどってなんだろう、じゃあ。ん？たまに失敗するけどって、俺みたいな、あの最初の初見で死ぬみたいな、そういうことじゃないよね。これきっとなんかあったと思うんだけどな。どういうこっちゃ。全自動4、メタナイトの逆襲。お、降りた。すごいね、ずっと、まだ前半しか、まだ前半にしか動いてないのに。降りるね。降ろされるね。ようやく、別のところに行きましたね。あー、でもまた戻ってきちゃいましたね。あ、死んでない。そっか、下あったのか。お、ようやくさらに、次のエリアへ。ウェーイ。で、戻って、戻って。すげえな。どんだけこのメットと仲いいんだよ。猫パンチ、猫パンチ、猫パンチ、上に上がって、また帰ってきて、ただいまと。仲良しか？めっちゃ仲良しだな。多分また乗るぞ、これ。あ、ついにお別れ。また最初に戻ってきた。お、ここで乗って、スピードアップして、上に行って、綺麗にかわして、綺麗にかわして。いや、まだでも24秒あるぞ。ああ、また乗った、すげえ。ここでまた乗り直して、また降りるんだけど、また乗って、ギュンと上がって、また降りて、今度は青ドクロに乗り、また乗ってゴール。ふぅ、気持ちいい。すげえ。ベストタイム19秒なんだよね。どうやったんだろうね。だってこれさ、上突破しなきゃいけないわけじゃん？どっかにあったのかもしんないね、もしかしたらね。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。